井小鳥と西村穂乃果のミラケン。この番組は小岩井小鳥と西村穂乃果の2人がギガスクール構想を学びながらパソコンの魅力を深掘りする番組です。さて第4回目の研究テーマはパソコンを使うことで授業はどう変わっていくの。今って打ち合わせとかもパソコン使ってリモートとかになってきましたけども、そうだよね、授業はあんま想像できない気もしますね。なんか自分たちの学生時代のことを思い返すと、ね、どう変わるとかあんまり想像がつかなくて、ホノピはパソコン使った授業ってあった？パソコンルームみたいなのが、あれはいつだ、高校かの時にあったので、なんか発表するみたいなのはやりましたけど、なんか授業自体パソコンで進めていくみたいなのはないです。ねえ、すごいよね、一人に一台っていうのはちょっとまだ想像がついてないかな。今回も鹿野先生にわからないことを聞いちゃいましょう。早速ですが、ギガスクール構想で授業はどう変わっていくんですか？インターネット環境ってことは結局みんなつながりますから、例えば共同的にグループで同じ文章編集できたらいいですよね。そんな形できますよね。あとここにはどうしてもこの会社の人に聞きたいみたいなことがあったら、外部の専門家の人に10分だけ来てみたいな形、遠隔で出てねみたいな話とか、そんなんできますよね。あ、今加納さんに出ていただいてる感じですね。そうこんな感じで、他にもアンケートで習熟度を把握した指導法、クラウドでの課題や教材の配布、 AI による採点などますます進化していくそうです。今日この場でちょっと授業体験したいんですけども、いいですか？それでは Google ドキュメントを使って共同編集体験してみましょうか。はい。 Google ドキュメントとは学校でも使われている文書作成ソフトのこと。複数の人が同時に編集作業をできちゃうんです。今回はスタジオと京都にいる加納先生をつないでリモートパソコン授業を体験。パソコンにこんな機能があったらもっと便利になるなと思うようなことを、3人で思いつく限りこれに変えてみましょう。はい。おすごい、3人でってことは加納先生もこれ一緒にできるってことですよね。そう、同時にできるってことですよ。だから私今ここにこう書いてこんな感じですよね。本当だ。加納先生今京都にいらっしゃるんですよね。そうですよ。あ、私たち東京にいるんで、すごいですね、こんだけね場所を。誰書いてるかも出るでしょ。本当だ、リアルタイムで全部出てくるの、面白い。あ、だってこの人打つの遅いみたいなのもバレちゃいますもんね。そうまあそれはね、恥ずかしいな。これか。もっと便利になる機能、いや何にしよう。小岩さんのと僕似てるね、遅延なしでゲームができるとかですね。ちょっと似てますよね。私先生のその画面が3次元になって手で触れられるようになるっていうのいいなって。ね、でもこのくらいできてもらわないとね、そこは未来のパソコンだからね。そうですね、確かに未来という意味では今もう VR とかもだいぶ盛んですもんね。そう、だからその頃は多分ね、ネットもどんどん速くなってると思うんですよ。こんな感じで学校でグループで共同編集ってもちろんそうですけど、今東京と京都でやりましたよね。それも話しながらこうやって打って、こうやって地球の裏側でも同じなんですよ。そっか、ネットさえ通じればどっか月の裏側だって同じなんで、もうどこでも誰でもいつでも日本の方でも外の人でも全部できちゃうってことですね。今までならそれぞれがノートとかに書いて発表してこんなもの書いてましたって言ってたのが、リアルタイムで世界中とつなげてできるってね、すごいことですよね。加納先生今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごく便利にね、なんか現地に自分で足を運ばなくても何でも会いたい人に会えたりとか、聞きたいお話が聞けたりする環境っていうのはやっぱ現代だなって思いますね。ねえ、すごい。ということで、次回の研究テーマはプログラミングってなーにです。皆さん次回のギガ研もお楽しみに。バイバーイ。